FC ディナモキエフ、FC ディナモキエフ、ウクライナ語、英語、FC ダイナモキエフは、ウクライナの首都キエフを本拠地とする、プロサッカークラブである。1927年に、ソビート連邦のアマチュアスポーツクラブとして設立。ソ連時代には、オレグブロヒンを用し、1970年代から1980年代に、かけて、競合クラブとして、 ソ連国内やヨーロッパを席巻した。ウクライナ独立後も、ウクライナプレミアリーグにおいて1992から93シーズンから2000から01シーズンに9連覇を達成。1998から99シーズンには UEFA チャンピオンズリーグでベスト4、2008から09シーズンには UEFA カップでベスト4に入るなど、国内のみならず、 国際舞台でも活躍し続けている。クラブのホームスタジアムであるロバノフスキーディナモスタジアムはドニエプル川の土手の近く、都市の中央に位置する公園にある。最寄り駅の名前は、である。また、キエフ郊外のコンチャザスパに最新装備のトレーニング施設を所有する。重要な国際試合や国内試合の際には、キエフ市が所有するオリンピスキスタジアムにおいて行われる。 クラブは子供と若者のために自身のサッカースクールを運営している。また、若手選手を対象とした FC ディナモ -2 キエフ、ペシャリーハ2部リーグに相当に、所属と FC ディナモマイナス3キエフ、ドルハリーハ3部リーグに相当に、所属という2つのリザーブチームを保有する。ここで顕著なプレーを見せた選手はトップチームへと昇格することができる。これまで、 アンドリーシェフチェンコをはじめ多くの著名な選手たちがクラブの育成システムによって排出されている。クラブは全国的ソビエトスポーツ協会ディナモのアマチュアスポーツクラブの一つとして1927年に設立された。クラブは内務人民委員部 NKVD ソ連国家保安委員会の前身、後にロシア内務省の公的資金によって支援された。 そして1950年代から1980年代にかけて、選手たちは警察、または内部の軍隊役員として公式に評価された。しかし、それ以外の大多数の一般ソビエト市民は、スポーツ協会に義務的に回避を払い化した。ソビエト連邦時代の間、クラブはモスクワの主要なサッカークラブに対抗することができる、ライバルの一つであった。 ソビエートサッカー界において、モスクワを本拠地とするクラブの優位性に対し、常に彼らに対抗しうる実力を維持し続けた。これは、ウクライナの民族のプライドの問題でもあった。ウクライナソビエト社会主義共和国の代表は、非公式にクラブを、ウクライナのナショナルチームと考え、クラブに対し寛大な支援を提供した。クラブは、ソ連リーグにおいて1966年、 1967年、1968年の3連覇をはじめ13度のリーグタイトルを獲得。これはソ連リーグ最多記録であった。国際舞台においても1975年と1986年に UEFA カップウィナーズカップで、1975年に UEFA スーパーカップで優勝している。 UEFA チャンピオンズリーグでは1977年、1987年、1999年に準決勝に進出した。これらの成功はバレリー・ロバノフスキー監督、1960年代のディナモノ選手、後に長期間クラブの監督を務めた。またソ連代表の監督も、一時期兼務していたの手腕によって導かれた。 また、クラブの前世紀であった1970年代から1980年代、当時は、ソ連代表の大部分がディナモの選手たちで構成されていた時期もあった。中でも、オレン・ブロヒンは、ソ連リーグ通算211得点の記録を持つ、往年の名ストライカーで、通算432試合出場も、リーグ最多記録である。ブロヒンは300以上に及ぶ公式な得点記録。 ソ連リーグ、ソ連カップ、UEFA 主催のクラブ国際大会、ソ連代表試合、その他を含むで、これまでのソ連の得点者たちをリードしている。1991年のソ連崩壊後、新しく誕生した、ウクライナプレミアリーグの一員となり、1992から93シーズンから9連覇を達成する、等、名門クラブとしての地位は、旧ソ連時代以来変わることはなかった。 しかし近年、この優位性は、東部地方のドネツクを本拠地とするシャフタールドネツクによって脅かされており、現在は、熾烈な派遣争いを繰り広げている。両者の対戦は、ウクライナダービーと呼ばれる。1941年、ナチスドイツの侵攻により、キエフは、ドイツの占領下に入り国内リーグは中断された。ディナモキエフの選手たちも他の市民同様に、 強制労働に従事することとなったが、選手たちは休憩時間に工場の空地で草サッカーに興じていた。そして、この話を聞いた、ドイツ側の提案によって、通軸国軍側のいくつかのサッカークラブとの対戦が行われることになった。1942年7月に数試合を戦い、勝利を収めると、キエフ市民の評判を呼んだが、これを心よく思わない。 ドイツ軍は8月に、強豪のドイツ空軍クラブとの対戦を申し入れた。当時のウクライナは、ナチスドイツの占領下にあり、ウクライナの人々は強制収容所に移送される、恐怖や上の中暮らしていた。そのような状況の中試合前、ディナム・キエフの選手は、ドイツ空軍を破ったら殺すと警告されていた。しかしプライドを捨てることのできなかった彼らはここから1で、勝利を収めた。 面目を潰されたドイツ軍は、再試合を申し入れたが5から3で、ディナモが勝利しに連勝に終わった。その後、選手たちはゲスタポによって逮捕。バビアールの強制収容所へ移送され、多くの選手たちが処刑された。このエピソードは後に、ザ・デス・マッチとして広く、人々に知られるようにり、1979年の漫画、実力サッカー戦士、小林新佐田長。 月刊コロ,コロコロコミック1979年11月号掲載熱血コロコロ伝説テーマ別アンソロジー第2弾驚愕トラウマ漫画傑作戦収録1981年に公開された映画勝利への脱出のモデルともなった当クラブは50回以上ものトーナメントに参加した UEFA 大会の常連である UEFA ランキングズフォークラブコンピティションスダッシュ u e f a c o m 2017年6月6日 UEFA ランキングズフォークラブコンピティションスダッシュ u e f a c o m クラブサポーター用、クラブの伝統的なユニフォームの色は白と青、ダークブルーである。そこにかつては青いたすきがけのラインがユニフォームに加えられていた。その後、 1975年からはシンプルに白いシャツと青いパンツのものを使用した。クラブがソ連国内や UEFA 主催の大会で勝利し続けた1970年代から1980年代もこのデザインであり歴史上で最も成功した時期となった。しかし2004年にクラブの経営者は昔の青いタスキがけのラインの入ったユニフォームを復活させている。 ここ数年、ユニフォームのスポンサーは、アディダスとノットラバンクであり、アディダスが、クラブのユニフォームを製造している。戦前クラブ創設時戦後ソ連、時代ウクライナ時代現在のエンブレム。国内で10回目の優勝をした2003年、クラブの成功を祝うために、ロゴの上部に、金色の星印が置かれた。2007年、80周年記念日には、二つ目の、 星印が追加された。当クラブは、ウクライナリーグで15回の優勝を成し遂げたが、ソ連時代の13回の優勝が考慮されて、エンブレムの星印は2つとなっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。